させていただきます。ご清聴ください。よろしくお願いいたします。人は己を知る者のために死ぬと言いますけれども、まさにそういう友を今日ここに迎えて、皆様の前に、自分の意見を述べることができるのは光栄であります。その友とは上田清司、上田清司元全国知事会名会長だった方であります。今は無所属の参議院議員の方であります。私はリニアから命の水と南アルプスの自然環境、そこに息づく生きとし生けるものを絶対に守ると決意をしております。絶対平田とそこにありますが、平田の平はこれは平民の平です。県民、市民、その立場に立って仕事をする、これが私の基本的なスタンスであります。また平田の平は平等公平の平であります。決して差別をしない、特に弱っている人、弱者に対しては自立を助ける、これが公平平等の平であります。そして平田の平は平和の平でございます。人々の平和な暮らしを損ないかねないようなこと、平民の声を、これを聞かない、国策の名によって命の水を奪いかねないようなこと、そうした時には平和を生み出す者に対しては私は立ち上がる、その平田の平でございます。いいぞ平田。その通りなんです。これはですね、防衛と防災と防疫というのが、これは国防の三本柱じゃなくちゃならない。そのためには防衛と防災というのは最後の砦は自衛隊、防疫、疫病から国民を守る最後の砦は医療従事者です。ですから医療従事者を増やすということは極めて重要で、私は人知れずソーシャル、カタカナ語でちょっと言うんで申し訳ないですけども、メディカルカレッジというのをバーチャルで作りまして、そして学長に本庄佑先生をお迎えして6年間奨学金を差し上げて、6年間の 1.5倍、9年間をこちらで働いていただくという、そういうバーチャルメディカルカレッジを10年ほど前に立ち上げまして、そしてそれが大変に成功してですね、毎年誰も知らないところで、医学部がない、医科系大学がないのにですね、毎年20人、100人、200人、300人、400人、500人以上になりまして、今570人以上のお医者様が育っております。皆さん知らないでしょう。これをやったのは誰か、川勝平太です。いいぞ、平太。はい。そして人々が病気にならないように、予防医学をしっかり続かせるということで、10年かかると言われた県立の社会健康大学院大学を総合病院のそばに建てました。これによってですね、健康寿命をさらに伸ばしていきたいと思います。今日はこちらに若い女性たちがいらっしゃいます。特に目の前には若いお嬢さんたちがいらっしゃいましてですね、誠に心強い限りでございますけれども、若い母親にとって一番の心配は医療費でしょう。ですから乳幼児から小学生、中学生、そして過去4年間においては高校生も市町のご協力を賜ってのことではございますけれども、実質無料にいたしました。皆様ご協力いただきましてありがとうございました。静岡県は医療費が高校卒業するときまで実質無料です。本当にいいことだと思います。これはお医者様のご協力もあるということでございます。県民の力です。それから静岡県は何しろ立派な人材を育てることにおいて卓越しておりますが、なんといっても小さな子どもたちをお世話してくださるのは学校の先生です。学校の先生を大事にすることを通して子どもたちを大事にすると、そのために35人以下学級が先生方によって求められました。小学校1年から2年、3年、4年、5年、6年、中学1年、2年、3年、これ全部35人以下学級にもうすでにやり遂げております。
素晴らしいという声が上がりましたが、誠に素晴らしいこと。というのも、なんと国はこの4月から始めたではありませんか。まあ、ですから私どもは実は国のモデルになる、そういう地域性を持っていると。それはおそらく富士山があるからではないかと思います。日本一世界の財産になった富士山を持っている。それに恥ずかしいようなことはしてはならない。富士山を見てですね、恥ずかしいことができますか。できません。私どもは上田さんと一緒です。身に私を構えない、これが基本です。それから嘘偽りは絶対に言わない。上にへつらう、権力にへつらう、金にまかれる、そうしたことをなってはですね、ならない。人間は嘘偽りを言ってはならず、へつらってはならず、逆にまた下に威張ってはなりません。そして礼節はわきまえなくてはなりません。たとえ若い人でも、私ども県庁ではデスマス庁でお互いが話し合う、タメ口はやめようということをしております。礼節をわきまえる。それから弱い者、弱い者が必ずいらっしゃる。障害者であるとか、怪我をしたとか、あるいは外国人のために言葉がした、発信できないとか、そういう人たちのために自立を助けるのが私たちです。来るものは拒まない、助力は惜しまない、決して見返りは求めない。ですから知らぬうちに外国人の数10万人を超えましたが、外国籍はなんと120カ国を超えてます。どっかの国のようにですね、モスリムの人は入れないとか、そういうことはしない。モスリムの人にとっては、例えば豚肉は食べられない、アルコールは飲めない、あ、それはそれはまあ結構なことだということでですね、そういうハラール食堂を作ろうということで協力していただく方がいらっしゃいます。何しろ食材は439品目。上田さんの埼玉県には海がないから、海の幸がない。うちは海の幸もある、山の幸もある、野の幸もある。全部合わせて439品目。2は218ですから、2倍しても316です。218だから2倍すると436ですね。うちは439です。すいません、計算間違いしました。ともかくダブルスコアで買ってるわけです。食材の王国ですから、これをですね、中華料理にしようと、あるいは和食にしようと、あるいはお菓子にしようと、何にしようと、名人には食の都づくり仕事人としてその方を表彰している。そしてですね、そういうことによって外国の人たちが自由を、食べるものが食べられないとか、こうしたら困るでしょう。それから何か災害があった時にですね、そこがわからないと不自由でしょうがないし、不安でしょうがないから、なんと静岡県は19カ国語ですよ。19カ国語対応をしている。日本でもめったにない国、あ、国って言っても申し訳ない、まあ、富士の国でございます。そういうふうにしまして、一切差別をしない、ジェンダーフリーである、差別は絶対にしない、してはいけないんです。特にですね、いじめられている者の身にならねばならない。ですから私どもはこれがうるさいんですね、あと何分でやめろと声が。私は身に寸鉄を見ない、時計以外は。ところがですね、この時計は人の時間を奪わないためにこうやってるわけですけれども、基本的にお金の力も組織の力も権力の力もありません。皆様の心のネットワークだけが力で、今回のですね、選挙はある有力党派の、有力党派による有力党派のための選挙であってはなりません。命の水の問題は、これはですね、党派を超えている普遍的な問題、地球的な問題です。そのシンボルが地球の強力財産になった南アルプス、あるいはエコパーク、英語で言うとバイオスフィアリザーブと言いまして、バイオというのは生命の、生物のという意味です。スフィアというのは大気圏とか北極圏という時の圏です。生物圏が南アルプス、そこをリザーブ、保存区に しなさいと、あるいはするに値すると言われたのがユネスコのエコパークなんです。そこをですね、預かっているものです。ですから声を出せない生物もそこにいる。声なき声をちゃんと聞かねばなりません。日本の静岡県の農業をやってられる方は、大地と声を交わしながら、声なき声を聞きながら、そうしていいものを作ってられる。同じようにですね、声を発することのできない弱い存在に対しまして、ちゃんと耳を傾けてそれを守って差し上げられれば、誰が守るんですか。ですから私たちが守って差し上げてもらわない。ましてやですね、ここと直接関係ないという62万人もの人のですね、命の水がかかっているのを黙って静岡県民は放っておけますか。そうだ、絶対にできない。
人たるものそんなことしてはなりません。ですからそういう意味でですね、この選挙は一権力者一大企業のためのそういうものの代弁者を選ぶのか、県民の県民による県民のためのしかも SDGs のモデルになりうるそういうようなですね、そういう権利になりうることを信じてそれを推進してきたものを選ぶのか、そういうですね、西田拓一であります。ですからですね、私はですね、そういうものの声を聞いてそれをたまたま託された、これは、身命を落とす形でですね、仕事をすなのも偉い、そういう覚悟を持って今この場に立っております。静岡県民の皆様方、私はこの地で皆様方と共にですね、本当に素晴らしい地域を作るということを大変誇りに思っております。皆様方ご一緒に素晴らしいですね、地球社会のモデルをですねご一緒に作っていこうではありませんか。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。